おーい、カブちゃん。ちょっと、その鹿の角、僕にちょっと貸してくれないかい？ジェイ、ちょっと鹿の角で、コイちゃんと遊ばなきゃいけないんだよね。ダメかな？そっちに取り行けばいいの？フェイント攻撃された！ありゃりゃ、コイちゃんが、僕ちゃんの足をガジガジしてるよ。おい、コイちゃん。そんな、僕ちゃんの靴下なんて噛みついとったら、お腹が痛くなっちゃうよ。これは、困ったことになった。やっぱり、ジェイ、さっきの鹿の角で、コイちゃんと遊んであげるしかない気がしてきたよ。バブさん、鹿の角！そう。コイちゃん。今、J が鹿の角カジカジしとるから。もう J の鹿の角取り来たらいいわ。ここで J と遊ぼうぜ。あ、どうも、J 作です。今日の僕は、コイちゃんと遊ぶために鹿の角でコイちゃんをおびき出しとる作戦。僕、この鹿の角をガジガジしてるのを見せびらかしながら、コイちゃんがそれ欲しいなって顔で近くに来てくれると、なんか幸せホルモンかドーパミンがすごく出て嬉しいんだよね。コイちゃんがそれちょうだいって言う顔をするたびに、僕、なんだかとっても幸せな気分になるんだ。あれ、コイちゃん、怒っちゃったけど僕、コイちゃん、僕の鹿の角取り来たらいいわ。僕そんな鹿の角噛みたいわけじゃないんだけど、コイちゃんが取り来に来てくれるから、僕とっても嬉しいんだよね。ジェイの鹿の角欲しいのかい？欲しいんだったらもっと僕んとこ来なさいよ。ほら、こっちこっち。ジェイの鹿の角欲しいんだったらあげてもいいような気もするけど、これあげちゃうとコイちゃんどっか行っちゃうでしょ？僕、コイちゃんと遊びたいんだよね。だから、コイちゃんが、ここにずっと行ってくれるように、僕、鹿の角、ずっと、噛んでようかなって。あれ、パパさん、僕の、これ、J の鹿の角だよ。これ、今、コイちゃんと幸せホルモンの関係のやつなんだから、ありゃ、パパさんが、コイちゃんに渡しちゃったよ。っていうわけで、もう鹿の角は、もう今、ソファーの下にコロコロって転がってても誰も手が届かんとこに行っちゃったもんで、コイちゃん、僕んとこに来てくれたよ。ジェイソク兄ちゃん、遊んでよって来るもんだから、僕、手加減すごくして遊んであげてる。僕、コイちゃんと遊ぶとき、すごく楽しいんだよね。なんでったって僕はお兄ちゃんなんだから、手加減もできるし、コイちゃんを楽しませてあげなきゃいけないって思ってるんだよね。そう、コイちゃん。鹿の角かじれない分、J お兄ちゃんのかじってきたらいいんだわ。もう、J お兄ちゃんは、はっきり言って、コイちゃんと遊んでるとき、一番楽しいんだよね。もう、コイちゃんは、おてんばちゃんなんだから。最近、カブちゃん遊んでくれないから、もうコイちゃんだけが頼りの情けないお兄ちゃんなんだけど、僕、一生懸命遊んであげるからね、手加減して。今日はここまで！